皆さんこんにちは、ミニマリストのみほです。今回も動画をご覧くださりありがとうございます。はい、これだけ荷物散乱しておりますが、これすべて手放します。理由はですね、数年着ててときめかなくなったものだったりとか、例えば本だったりとかするものはもう読み終わったとか、そういったものもありますので、どういったものを一応手放すのかっていうのを皆さんにシェアしたいと思います。はい、まずはこちらからですね。これダイソンの掃除機です。アタッチメントを前回の、見直しのやつで手放すって決めたんですけれども、掃除機の方も今は、使ってないことはないんですけれども、床の拭き掃除の方で全然間に合うかなっていう感じだったので、これももう一旦手放して、掃除に関してはもう床拭きとフローリングモップがあるので、そちらで代用しようかなと思います。続いてこちらですね。こちらは本なんですけれども、読み終わった本に関してはあまり残さないようにしてます。で、今までだったら全部電子書籍とかで買ってたんですけれども、その電子書籍になかったりとか紙で読んだ方が良さそうなものっていうのは全て買って読んでました。一応一通り読んだので、どうしてもまた読みたくなった場合は今度は電子書籍で購入しようと思います。そしてこの上に載ってるのが前回紹介したライアンです。これスピーカーなんですけれども、これ別になくてもいいかなってちょっと思ったので、これも手放します。はい、こっちはですね、ガジェット類ですね。モバイルバッテリーとか iPhone の充電のソケットとか、あとはイヤホンとかも入ってるんですけど、私はもうイヤホンは今 AirPods 使ってるのでそれがいらないなっていうのと、 iPhone と Apple Watch の、充電ケーブルかな、これなんですけれども、それを充電ケーブルも今アンカーのやつをちょっと使っているのと、プラス、インチャージのちっちゃいやつを使っているので、これもいらないし、あと最近購入した 3-in-1 チャージっていう充電器を買ったので、それもあるのでいらないと思ったので、これは手放します。こちらはアクセサリーです。アクセサリーに関しては前回全然紹介してなかったんですけれども、一応持ってます。インスタの方とかでは購入したピアスとかは載せてはいるんですけれども、細かく紹介はしていませんでした。こちらの方も一応、こっちがネックレスです。で、こっちはピアスなんですけれども、これ結婚式とかパーティーとかで使ってたんですけど、今もパーティーとか行くこともないので、別に使う必要もないかなっていうのと、こちらのネックレスに関しては今はちょっとそんなにつけないかなっていうのがあるので、こちらは手放したいと思います。こちらなんですけれども、これ中身は実は水着なんですね。ちょっと広げるのもあれかなと思ったので、一旦この袋の中に入れてます。で、この水着は去年ケアンズに旅行に行った時に買ったものなんですけれども、一回着たままそれ以来着ることがなく、今海に行く機会もないのでいらないかなって思ったので、そのまま手放します。今度は無印のケース類です。一気に紹介します。これはですね、前ガジェットじゃなかったアタッチメントか、ダイソンのアタッチメントが入ったケースです。で、こっちはメイクボックス。じゃあ中身の方はってなると、中身はこれのちっちゃいやつにメイクとこう全部移してみたら意外とすっぽり収まったのと、このちっちゃいやつの中にドライヤー類を入れてたんですけれども、その中をちょっと整理して普通に直置きしてみたらそのままでもいいじゃんっていう感じだったので、これは手放すことにしました。そしてこれも手放すことにしました。で、中の方なんですけれども、ちょっと開けてみますね。この中の方に一つちっちゃいのも、これも1個いらないなっていうので、これは手放します。そしてこちら、こちらは洗剤入れてました。ジェルボール、入れてたんですけれども、もともと洗剤を、使ってはいるんですけど、ニュージーランド産のエコストアっていう洗剤を今まで使っていて、ちょっと何て言うんだろう、キャップに買って入れる液体式の液体洗剤を使ってたんですけれども、一回それがめんどくさいと思ってこっちにしたんですけど、
けど、やっぱりなんかこうエコじゃないなとか、わざわざそのためにこれ買うのもなっていうのもちょっとあったので、洗剤を戻したのでこれいらなくなったのでこれ手放します。はい、続いてトレーニングウェアですね。私うちの方からアンダーアーマーのブラトップと、これタンクトップですね。でこれじゃあキャットフィットの、T シャツなんですけれども、最近運動はしてるんですけれども、これノースリーブなんですよね。こっちは半袖なんですけど、後ろがすごく空いてしまってるデザインなので、これからの季節は着れないし、これから着れないものをずっとちょっと持ち越して置くのはちょっと嫌だなっていうので手放すことにしました。他に一応まだトレーニングウェアはあるので、そちらの方で代用して使っていきたいと思うので、こちらは手放します。はい、こちらは洋服とカバン類ですね。でまずこっちジェントワークスの、ブルゾン、ちょっとロング丈のブルゾンで、ウエストとかをこんなリボンとかで絞ってフード付きのタイプなんですけれども、今年の春に買ったんですけれども、今年の秋をなんかこれ着るって気持ちになれなくて、なんでかわかんないですけど、わざわざこれをまた持ち越して持ってる必要ないなと思ったので、これも手放すことにしました。そしてストライプのこの袖のレースのついてるやつですね。これも3年ぐらい着てるのかな。これもちょっと着てて、特にこのレースのところ、ここがよく最近引っかかるようになりまして、ちょっとノーってなりながら着てるのがちょっと嫌だったので、こちらを手放すことにしました。そしてこちらのザラのこのコースですね。数枚着たんですけれども、別に、あってもなくてもいいかなっていう、なので今年のこの着ただけでもう終わりで手放そうと思います。今年いっぱいでいいかなっていうので手放します。そしてちょっと見てますね、このワンピースも今年買ったんですけども、これもちょっと数回着て、一応値段分ぐらいは着たかな、一回なんかちょっとかしこまったところに食事も数回行った時とかに着ていったんですけど、まあそれなりに回数着れたので、来年も着れることが多分ないかもしれないと思って、これは手放すことにします。そしてこれは H&M の去年で買ったワンピースですけど、これも多分着ない気がして、それだったらもう先よく手放した方がいいっていうことで、こちらをさよならということにしました。折りたたみのバッグなんですけど、これも旅行とかに行くとき用に取っておこうと思ったんですけれども、今荷物を減らしている中で大きい荷物っている、最後に帰ってくるときぐらいしか使わないしなってなったら、だから旅行でなんかわざわざみたいなね、ちっちゃくコンパクトにして持って行って、ちょっとそれに入れて持って帰ってくるぐらいでいいんじゃないかって、なんかそっちの方でそんなたくさん大量に買って帰ってくるってことも少ないだろうなと思ったら、これがいらないなって思って手放すことにしました。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回は結構思い切って手放すっていうものが多かったんですけれども、今ちょうど衣替えの時期でもありますし、思い切って物を手放すだったりとか、不要品だったりっていうのもこの時期に見返すっていうのも一ついいきっかけだなって思います。やっぱこう年末年始とかでやっぱこう溜め込んでやっぱ処分したとかいうよりも、今のこのいいタイミングの時期に自分の持ち物をしっかり見直して、手放した方が後に何て言うんだろう、
大変なタスクを残さなくていいのかなって思います。で今回これだけのものを手放すにあたり、そのまま捨てたりっていうことはまずせずに、例えばジモティ、メルカリ、あとは友人などに声をかけて、必要であれば必要な人のところで使ってもらえるような活用法をしたいなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今回も動画をご覧くださりありがとうございました。